私は先ほどもご紹介いただきましたように、小学校3年生の時に、両手を失いまして、そして中学校2年の時に日本のヘレンキラーとも言われる、大石准教に、つきまして出会いをいただきまして、そして生き方、また人生の生き方とか、またその絵を通して本当にこう幸せっていうことはどういうことなのかということを教えていただきました。そういったことを少しお話をさせていただきたいと思います。聞きますと、もうトラックの荷台はもう血の海だったってことを聞いておりますが、もう運ばれた時にはもうくぶくりん出血多量でダメだろうってことをこう宣告されたそうですけども、なんとかということで手術を受け、約9時間ほどかかって手術を受けたそうです。食べたいな、飲みたいな、あれを服をこうに脱ぎたいなと思っても何もできないんです。そのことが日増しにどん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 とこう自覚するって言いますか、そうするなってきたわけです。皆さんでしたらどうでしょう。今少し暑いなと思って汗がこう流れてきて、ふっと吹いたり、それが普通のように吹かれたり、かゆいなと思っても、鼻の先がかゆいなと思っても、すぐにそれがかけます。しかし私の場合はこうできないんですね。それでも心ない方が小さな子供を連れながら私を見て通り過ぎるに、こう聞こえないような小声で、それでも私はもう、こう神経が立って何を言ってるかなと思いながら聞いておりましたら、その時聞こえたのは、あんた言うこと聞かんかった、あんな子に何をやれって、そんなことをこう聞こえてくるんですね。まあ、実際に喉のところに包丁を、足に包丁を持って喉のところにこう突き刺そうとした時もありました。その一瞬の間なんですけども、その時に自分が死んでしまったらどこへ行くんだろうかとか、また両親のことを思い、楽しかったこと、悔しかったこと、いろんなことが数秒間ですけども、走馬灯のように頭をよぎります。上級生になってきますと困ることが一つ出てきました。それはトイレをしたくなった時に一番困ったわけです。顔はもう蒼白になって、そして地残土を踏みながら授業が今か今かと済むのを待って一目散に家に帰るという毎日が続きました。自分ほど惨めな人間はいない、もう悲しみの広いにいたもんですから、見ず知らずの人に声をかけることすらこうできなかったわけですね。神様、仏様があんたを生かそう生かそうとして、世の中にはこんな人もいるんだよ、あんな人もいるんだよ、その人を通してあんたをに教えてくれたんだから、みんな先生なんだよってことをこう言われました。まあ、皆さんがボタンをかけるときどれぐらい時間かけられるでしょうか。金具とボタンを引っ掛けてかける、まあ、答えはそれで簡単なんです。でもそれがなかなかうまいこといかないんですね。数秒でかけられるようになりました。まあ、そういうふうにして、まあ、私は絵を描くことによって生きる希望とか、またやったらできるんだなことをこう教わりました。できないこととしないことは違うんだってことも准教先生から教わりました。頭の中で、自分の経験の中でこれはできるできないと判断してしまうわけです。働いたんですけども、結婚をしました。心の持ち方で幸せにも不幸にもなる、そういうことをこうよく言われましたけども、本当にその通りだと思います。私自身本当にまあ、どこの宗派というわけじゃないわけですけども、
准教先生は高野山の真言宗の高野山の尼さんでありましたけれども、本当に宗教っていうものは最近大事な言葉だな、ことだなということを思います。それこそ最近宗教離れとよく言われますけれども、私は一つ一つの家福一行とか、そんな言葉、苦しみの中に意味のあるそういう言葉が次から次とこう昔の先人は考えられて教訓を残してくれた。海の友さ、作